えー、こんばんは沖縄先,先島諸島在住です。 えー、毎日台湾有事の際の防衛費が計上され、実際に自衛隊の増員、弾薬庫整備など、既に防衛へ強化されております。最近ある対談で石破さんがシェルターの話をしていました。石破さんの考えも素晴らしいですが、有事の際の民間人避難に対して、島にはシェルターより迅速な避難が僕は適していると思っています。ちなみに先島諸島人口は10万5千人です。旅客機300人登場平均だと350回。大型客船は2700人乗りにできます。石破さんは毎日有事の際に民間人避,難はどういった避難 思いますかえっとあの戦争が始まった時に旅客機飛ばせられません例えば JAL とか ANA のパイロットがこの戦争が起きてる島に行きたいかって言われたら行きたくないですとでその CA さんも行きたくないですっていうのでなので行けません以上ですアフガニスタンの日本大使館を救出したのはあ確かアメリカの飛行機だったんですよね日本の飛行機行かなかったんですよね でなんかそういう感じであの割とあの日本が行かないって多いですよね。であのロシアもそのロシアとウクライナが戦争になるって時にあのじゃあそこのロシアから逃げたいっていう日本の人たちいっぱいいたんですけど確か日本チャーター機飛ばさなかったんですよね。っていうのがあってなのでその350回を飛ばせばいいじゃんは非常と空論としては成立するんですけど誰が行くの仮にじゃあそこで撃ち落とされて人が死んだ時に 誰がおでも、ね、そのまあ、あのパイロットがなくなりましたって言った時にじゃあ会社としてはそのまあなくなってしまったパイロットにやっぱりなんか数億円払わなきゃいけないよねともともとそのパイロットってそれなりに稼げる人たちなので遺族に対してそのパイロットが生涯稼げるような金額払わなきゃいけないってなると数億円払うのって株主が OK してくれるのっていう話になるんですよ。 であの保険入ってるからいいじゃんみたいになるんですけど保険会社って戦争の場合は払わないっていう特約が必ずあるんですよ。ななののののでそそんか数億円のそのじゃあ,あの パイロットがなくなりましたパイロットの遺族に対して数億円払わなければいけません保険会社に請求しよう保険会社は戦争だからアウトっていうのがあるのでそうすると巻き戻ってじゃあ戦地である先島諸島に JAL とかあのパイロットを送れるかっていうのを会社として確認して本部が確認すると保険会社が飛ばしてはいけませんってなってるので無保険の飛行機を飛ばすことはできないよね。 そうすると無保険の飛行機飛ばせないから誰もパイロット乗れないし遺族も死ぬかもしれないから飛ばしたくないよねってなると350回も飛ぶ人はいいまませんってこととになると思いますで。その大型客船2700人って書いてますけど大型客船も行きたくないというのは変わりません。 なので結果としてシェルターでまずは1週間とかその生き残っていただいてでその1週間の間に自衛隊とアメリカ軍がめちゃくちゃ頑張って中国だかどこだか攻めてきたところを追い返してでその後安全になって戦争状態は終わりましたっていう形で徐々に避難するかまあ戦争が終わったので安全ですよって日常生活をするかっていう形になると思うのでなので僕は戦争の時にシェルターっていうのは結構正しいと思うんですよね。例えばそのウクライナの人たちがじゃあ 逃げようって、まあ、4,000万人って確か4,000万人ですよねウクライナの人口が。4,000万人が逃げたいって言って受け入れられらる国ないんですよ隣の国とかも人口が3,000万人とかだったりする国にウクライナ人が4,000万人来たら暮らせるわけないじゃないですかインフラ3,000万人分ぐしかないんだから。っていうのがあるのでなのでその避難っていうのは誰が受け止めるかっていうのもあるんですよね。例えばじゃあ10万人をどこに行くのか 沖縄にじゃあ10万人来ましたって言って沖縄に10万人分も家ないっすよ。なのでそうするとじゃあその体育館とかにせい,ぜい1,000人とか住むんですけど体育館1,000個もないじゃないですか。なのでその結局じゃあ避難した先で誰がどうやって住むのかってなるとそんなとこねえよと。で食い物とかどうすんの要はその仕事もないわけでじゃあ戦争が1ヶ月続きましたってなったらお金自腹で買えますか でも別に ATM とかでそんな貯金ないですってなるとその生活もできないじゃないですか。っていうのもあったりするのでその現実問題として避難をっていうのを誰がやるの避難ってどこに行くのじゃあその生活誰が保障するのっていうのがちょっと未知数すぎるのでやっぱりシェルターっていうことになっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。 沖縄出身です米軍基地反対派ですがなぜか自衛隊も反対と一括りにされます基地反対したら中国攻めてくる増税は自衛隊をない場所にしているようでしいのですが米軍基地と自衛隊は別問題との話しようなどうしようしゃらい,いですかえっとまあ,あの米軍いなくても自衛隊だけで勝てるよねっていう主張をするっていうのなんですけど残念ながら自衛隊だけで米軍に勝つのはなかなか難しいんですよね 核持ってないいっていうのもあってなのであの自衛隊がある程度その独立しても戦えるよねっていう戦力を持つのであればあの米軍を追い出して自衛隊で自分たちを守るっていう独立派としては全然ありだと思うんですけどなのであの結局その米軍を追い出してきた場合自衛隊だけだと勝てないよねっていうことに対して答えがないのでなので結果としてその米軍反対派っていうのは。 まあ自衛隊も一緒に負けてしまうので米軍反対するということはイコールその中国が攻めてきたら戦えないよねっていう意見になっちゃうんじゃないかなと思いますなのであの日本はさっさと核保有する方がいいと思うんですよねで僕あの割と前から言ってるんですけどあのトランプ大統領が日本も核持てばいいじゃんって言ってる時に「あのあトランプ大統領がそう言うんで持ちます」って言ってあと時にさっさと核作っちゃえばアメリカも承認せざるを得なかったと思うんですよね世間と そのトラブルを起こさないようにしようとしてると多分日本の国力はどんどん減ってっちゃうんですよね。 えと国際協調が大事だよねはは一般的には正しいんですけどでも結局その中国はその国際協調なんて知ったこっちゃねえよっていうのもやるしもうロシアも国際協調なんて知ったこっちゃねえよっていうのもやるしトランプ大統領時代のアメリカとかもあのなんか関税とかを日本にかけたりとかしてたんですよ中国とかに。要はそのアメリカのために日本が犠牲になるのは当然だよねっていう考え方でであのヨーロッパももちろんそういう考え方をしてるので日本のその中のまあ,あのえっ、ー、と。 低ガス規制ハイブリッドトヨタとかが作ってるハイブリッド自動車とかその燃費の良い,い車っていうのはヨーロッパのメーカーは作れなかったんですよなので燃費の良い,い車っていう形で排ガス規制をするのはもう日本が買っちゃうからそうじゃなくてガソリン自動車禁止にしようぜっていうのをヨーロッパは言い出し始めたんですよガソリン自動車禁止ってやるとトヨタの今まで作ってた低燃費だったらハイブリッドっていう技術は使えなくなるので結果として電気自動車対策対策え電気自動車 戦争になったらヨーロッパが割とと。強いよねとでただあのそれでもその中そのトヨタとか日産がいいモーターを作ってくる可能性があるんですけどでそこでヨーロッパの考えたのは石油とか石炭とかで発電してるような国の自動車は関税高くしようぜっていうのを始めたんですよ。 要は同じモーターでめちゃめちゃ性能いいですってなったとしてもでも日本って火力発電でで作ってますす。よね。だからペナルティですヨーロッパの場合はノルウェーの電力で作ってたらノルウェーは水力発電なのでこれは環境にいいモーターだからこれは歓声をかけませんみたいな形でヨーロッパが得するルールっていうのを作り続けるんですよだってそれヨーロッパの人たちにとってみたら当然じゃないですか自分たちが幸せになるための,あのルールなんだから。 なので国際協調って言いながら実はアメリカとかヨーロッパとかロシアとか中国とかはいかに自分の国の価値を高くして他の国にその落ち着けたりとかトラブルを起こしたりっていうので国力を増やすっていうのをやってるんですよ。 割と日本の人たちってすごい生真面目なのでなんか国際協調しなきゃいけないよねってなってるんですけど僕はだからそのトラブルを起こしてでも核を持つべきだしトラブルを起こしてでもその北方領土を日本が取った方がいいんじゃないかなと思ってたりしますはいえいつも動画とのしますいただきます高卒22歳の公務員です空地で勤務してるのですが国事へ対する最近やりがいやここでの自分の価値観が分からず辞めたいと思っています地元に帰って陸地に就きたいなと思ってるんですが今の職場では相談しづらいのと両親には辞めることを反対されてみました悩みの 考えてみます。ここの子どもに向けてなんだかアドバイスをいただけないでしょうかということなんですけど、ヘリの資格取ってみたらいいんじゃないですか。結局そのまああの自衛隊辞めた後って就職結構大変なんですよ。あの自衛隊辞めた人を就職の圧栓をするみたいなので、なんかね NPO に毎年1億だか10億だか払うぐらいなんですよ。なので自衛隊辞めた後も結構就職って決まらないですよね。 陸地とかでその大型特殊とか取っちゃった人であれば建築系の会社とか入れるんですけどでもそうじゃない人だとなかなか職に就きづらいのでヘリとかその航空機の,あのライセンスって取ろうとするとまあアメリカ行ってヘリのライセンス取りますとかになるとやっぱり2300万かかるんですよね。でまあその2300万とそのそのなんか学校代とか生活費とかいろいろかかるんですけどなので現時点でそのヘリのライセンスとか取っちゃうと割とそのヘリの仕事ってちょこちょこあるんですよね。 その報道ヘリだったりとか、その救助用だったりとか、あとドクターヘリだったり。なので、あのライセンスを取るっていうのを目標にして、このライセンスを取ったらやめるぜっていうので、要は、ライセンスを取るという目標、そしてやめるっていうのに対して、一個ずつこうステップを進むっていう形にするといいんじゃないかなと思います。要は、今やってることが何の役に立つかわからんっていうのでやりたくないってなっちゃうと思うんですけど、まあ、あのヘリの資格さえ持ってれば食いっぱぐれることはほとんどないので、なので、あのその資格さえ取れば人生安泰だーっていうので、頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。 えー、日本ってスパイ天国って言われてるけど逆に他の国にスパイを送ってるのえっと日本がスパイ天国って言われてるのは日本にスパイがその日本のスパイがいっぱいいるって話じゃなくて日本ってそのスパイを捕まえる法律がないんですよねなのであの要は日本の機密情報を取ろうとする外国のスパイが来たとしてもスパイであることを理由に逮捕することができないんですよ。その例えばじじゃゃああ機密情報をじゃあそのののどっかの市街の自衛隊にに侵入して手に なった場合はそれはその一川の,の,のとこにあの要は侵入したっていうのでその家宅侵入とかでじゃ別の罪状で捕まえられるんですけど合理的にそのあの合法な形で機密情報を得てしまった場合例えばそのじゃあ自衛隊の職員をなんか脅してでそこに書類を取ってこさせてでその書類を見るとかになると合法なんですよ。 機密情報を漏らした自衛隊員自体は違法なんだけどただ持ってきた機密情報を見せてもらって見ただけだと日本の法律に触れないんですよねなのでそこであのスパイが捕まらないのでスパイ天国って言われたりしてますけど別に天国ではないと思いますけどね